哇，可谓十年的这个时间，让大家呢第一次来看到一下我们游戏实际的关卡的画面。まあこういった恐ろしい妖怪がいっぱい出てくるんで。那么非长相非常可怕的敌人，现在在我们眼前登场。早速あの 構え右下のところがあの構えなんですけど、それも駆使してやって今プレイしてされてますね。我们可以看到我们的小帮手非常顺畅的在切换架势来发动攻击。あの下段だと回避が強いとかいろいろあるんですけど、それすごい把握されて、あでも危ないです。那么可以看到他在架势的切换之间非常的流畅，而且他非常知道的下段、中段、上段的差别性在哪里。帮我们介绍一下他现在破关的这个敌人。この敵についてもあの何かありましたらお願いします。そうですね。あのキジョというですね、あの女が女性がこう悲しみのあまり鬼になってしまったっていうキャラクターです。那我们现在打的这只敌人，就像我们大家所看到，她叫做鬼女，她是一位是就是心怀怨恨的女性，化为恶鬼的所成的一个敌人。非常に大きくて動きも素早いんですけど、今あの彼女。刀に水の力を宿らせましたけど、あの弱点が水の属性だったりもします。那他是一只非常大型而且动作非常快速的敌人，可以看到我们像我们小帮手现在所做，他让他的武器附上水的属性，对，他的弱点其实是水的属性。体力半分まで行きましたね。那么马上小帮手动作很快哦，已经把他的协调砍到只剩下一半了。どんどんあの。ボスの体力、騎乗の体力が減っていくと、ああいう凶暴な攻撃になっていくので、気をつけないと危ないですね。我们看我们荧幕上中间这个头目的血条下面有一个他的精力的量表，那他每一个头目的精力在耗尽的时候都会进入比较狂暴的状态，这是要非常小心的一个时候。あと少し、再一下就打赢了。危ない。小帮手很厉害哦，但是其实他在之前呢，为了这场活动也是练习了非常久。なんかものすごく練習したという話。うまいですね。看得出来他有练很久，有下过苦功在练。啊，危ない危ない。そうですね。これあの火の攻撃強烈なんで食らっちゃうと危ないです。他刚喷火的这一招是他非常强的攻击，要请玩家一定要。でもいけそうですね。我看起来应该是打得赢了。これ必殺技ですね。他发动必杀技了。哎，这种时候不是应该来点掌声吗？啊，あと少し。啊。あ、もうちょっと。再一点点就打赢。あ、素晴らしい。太厉害了。非常厉害。是的，亚莎桑要不要针对我们小帮手的表现？有何か。